球選手左投げ左打2005年にシアトルマイナーズと契約すると、参加のルーキーリーグチームに配属。当時のチームメイトに、キャム・ミコライオがいた。2009年に、参加の A 級ハイデザートマーベリックスで172、三振ながらも31本塁打、98打点を記録し、頭角を表す。 マリーナーズ時代2011年には4月19日の対デトロイトタイガース戦でスタメン起用の一郎に代わる守備要員としてメジャーデビュー5月17日の対ミネソタツインズ戦では右翼ポールキュアに弾丸ライナーの本塁打を放ったことから一郎をまあすごい奴がいるもんだねと驚かせたしかし打率は 低空飛行を続け、7月17日にマイクカープと入れ替わる形で、トリプル A 級タコマレーニアーズに降格した。トリプル A 級タコマでは打率、317、13本塁打、47打点を記録。2014年1月16日にディエフェとなった。2014年1月29日にトレードで、カンザスシティロイアルズへ移籍した。3月1日に、 ロイヤルズと50万4250ドルの一年契約に合意したが3月25日に DF となり4月2日に参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ降格したトリプル A 級オマハでは104試合に出場し打率266.30本塁打76打点11盗塁だった9月1日に ロイヤルズと再びメジャー契約を結んだ。昇格後は4試合の出場にとどまり、打率222.1打点だった。オフの12月19日に FA となった。2015年1月13日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。4月11日にメジャー契約となり25人枠入り、4本塁打を放ったが、 5月20日に DF となった。2015年5月27日に金銭トレードでボストンレッドソックスに移籍。6月3日に DF となり10日以内にいた球団からのオファーがなかったためレッドソックスはマイナー契約に切り替えてトリプル A 級に降格させた。11月6日に FA となった。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。 2016年1月26日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を締結。トリプル A 級のメンフィスレッドバーズに所属すると公式戦44試合へ出場するとともに打率2835本塁打27打点という成績を残した。2016年7月21日に NPB の東北楽天ゴールデンイーグルスとの契約に合意した。 一年契約で、推定年俸は2500万円。前年から在籍しているミコライオと、再びチームメイトになった。入団当初の背番号は71。7月26日に、支配下登録、入団記者会見、出場選手登録を経て、対福岡ソフトバンクホークス戦で、6番、左翼手として、スタメンで、NPB 公式戦にデビュー。 7回裏の第3打席で NPB 初アンダーを放った。翌日の同カードにも6番左翼手としてスタメン出場を果たすと第1、第2打席でアンダーを放った後に7回裏の第4打席に適時二塁打で NPB 初打点と初猛打賞を記録した。8月には8月12日の対北海道。 日本ハムファイターズ戦1回裏の第1打席で NPB 初本塁打を放つと8月26日からの対オリックスバファローズ3連戦でジャフェット・アマダーと揃って3試合連続本塁打を記録したシーズン23では1軍公式戦51試合の出場で打率279、10本塁打、26打点をマークシーズン終了後には 11月28日に、翌年の契約締結、12月26日に、背番号54への変更が、球団から、相次いで発表された。2017年には、オープン戦で2番打者選びに苦慮していた池山龍館、一軍チーフコーチからの発案をきっかけに、クリーンアップより、前の打順で打席を数多く回そうという発想で2番打者に、起用。 3月31日に京セラドーム大阪で催されたオリックスとの開幕戦から2番右翼手としてスタメンで出場すると開幕から8試合で3本塁打を放った。以降も7月23日のオリックス戦まで右翼手として2番打者に起用。この間には打球の飛距離が非常に長い本塁打を何本も放っているほか7月中旬には 前年に続いて3試合連続本塁打を記録した。しかし、7月23日の対オリックス戦1回裏に1塁走者として、2刀を試みた際に、左太ももの裏を痛めて、途中交代。交代後の診察で、半剣様筋部分の損傷が判明したため、7月24日から1ヶ月近くに、渡って、戦線離脱を余儀なくされた。 8月16日の対埼玉西部ライオンズ戦から2番指名打者としてスタメンで1軍に復帰8月22日8月23日の対ロッテ戦で2試合連続本塁打を放ったほか23日に放ったシーズン23号本塁打によって1軍公式戦におけるチームのシーズン通算本塁打数が球団史上最多の112本に達したなお 戦線離脱中に、チームの打線の状態が悪化しつつあったことなどから、一軍復帰後は7試合で3番打者、20試合で4番打者に、起用。9月5日の対日本ハム戦以降は、ほぼ4番打者に固定された。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦120試合に出場。打率、281、26本塁打、75打点を、記録したほか。 二番打者として23本塁打を放った。チームのレギュラーシーズン3位で迎えた2017年のポストシーズンでは、西部とのクライマックスシリーズファーストステージまで出場。チームはステージ突破を果たしたものの、ペゲーロは左足が強く張った影響で打撃不振に陥ったことから、ソフトバンクとのファイナルステージでは出場選手登録を外れた。 チームの日本シリーズ進出を見越した措置でもあったが、チームがファイナルステージで敗退したため、ペゲーロはファーストステージ第3戦への出場でシーズンを終えた。もっとも、その直後には残留を希望する胸のコメントを残してドミニカへ帰国。シーズン終了後の11月27日には、推定年俸2億円という条件で、ウィーラー・アマダーなどと揃って、 チームに残留することが発表された。2018年には、前年のレギュラーシーズン前半戦と同じく、ウィーラー・アマダーとの同時起用による打線の、2番、右翼手として公式戦をスタート。シーズン前の1月4日に英民した、球団副会長の星野先一の追悼試合として、模様された4月6日のホーム開幕戦では、1回裏の、 打席でシーズン1号本塁打を放ったことによって、チームが7から2というスコアで勝利するきっかけを作った。以降の試合では、ウィーラー、アマダーともども打撃が振るわず、6月には2軍での再調整を余儀なくされた。5月12日の対オリックス戦と、6月27日の対ロッテ戦で2打席連続本塁打を放ったが、 セパ交流戦の期間後に再開されたリーグ戦では、もっぱら8番打者に起用。一軍公式戦全体では、88試合の出場で、17本塁打、44打点、打率、233という成績にとどまった。シーズン終了後の12月2日に、NPB から自由契約選手として講じ。楽天球団では12月3日に、 ウィーラー以外の外国人野手が全員退団することを発表した。2019年6月4日にメキシカンリーグのティフアナ、ブルズと契約。7月10日に不審により退団したトミー・ジョゼフの代役として、クボの LG ツインズと契約した。推定年俸総額は最大18万ドルで、背番号は65。オフの11月に開催された第2回。 WBSC プレミア12の野球ドミニカ共和国代表に選出された。2020年2月19日にメキシカンリーグのプエブラ、パロッツと契約。しかし新型コロナウイルスの影響でシーズンが開始されないまま6月25日に FA となった。楽天時代にイソプが0.2130.210を記録するほど高い長打力の持ち主ながら 打球を広角に打ち分けられる、スプレーヒッターの一面も持つ。全力疾走を怠らない姿勢も持ち味で、楽天時代の2016年2017年には、内野安打率が15.7%、18.5%に達していた。その一方で、三振率も非常に高く、楽天時代の同じ期間には33.5%、26.9%を記録した。 楽天で2番打者に固定されていた2017年のレギュラーシーズン前半には以下のように打球の飛距離が非常に長い本塁打を量産していた。また、翌2018年6月27日の対ロッテ戦で記録した2打席連続本塁打のうち3回表の打席で有吉祐希から放った1本目の本塁打では右手だけでのスイングながら打球がライナーで バックスクリーンを直撃。5回表の打席で放った2本目も、両手でのスイングで放った打球が、バックスクリーンに飛び込んだ。楽天2年目の2017年には、レギュラーシーズンの前半戦に2番打者としての起用が、続いたことから、チャンスメイクに比重を置かない、ギダムエンの攻撃的2番打者と称された。もっとも、レンジャーズ時代の2015年にも、 MLB の公式戦で2番打者に起用されたことがある。楽天時代には名前のペゲーロにちなんで応援団からペギーというコールを受けていた。またチームメイトのウィーラーやアマダーとはいずれも自分と同じ年齢という縁で仲が良かった。もっとも豪快な印象の体格やスイングとは裏腹に性格は繊細でおっとりしているという。ありがとうございます。